おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もヘビの命ハードモードの続きやっていきたいと思います。前回はね、おかみさんが亡くなってしまったんですが、通常モードと展開が違うのは、おそらくミミズであろうロープの色がピンクではなく普通のロープの色になっていると。で、刑事たちが下ろしたがらないので、おそらくこれは着色されたミミズなのではないかという話になっているっていうところですね。ではやっていきましょうか。おい、おっと、ベッドの上から遺書が見つかった。あ、そうだそうだ、これから茶番に入りそうなところで、あなたのターンですだったね。そういえばね、このタイミングで遺書。ああ、犯人がミミズというのは間違い、やはり自殺の線だったようだな。その遺書には何て書いてあるのさ。遺書について読み上げよう。遺書の内容、旅館が潰れそうだからミミズを殺しつつ自殺します。ちょっと簡略化しすぎじゃない？通常モードではもうちょっとしっかり書いてたでしょ。以上だ。2行で完結させるタイプのリピーター向け遺書だよ。2週目だからね、その辺ちょっと割愛してくれたんだね。ダメだよ、人生史上一番大事な伝聞でリピーター勢に配慮しちゃう。こんな捏造遺書、紙くず以下よ。遺言ならもっと遺産のこととか記述しろってんだ。どう転んでもお前が相続できる展開にはならんから安心したまえ。まあ結果的に立場が逆転しただけですね。ミミズは殺した側ではなく殺された側、真の黒幕が自殺したということで円満解決としましょう。俺そうしようって言ったらどうなっちゃうんだろう。まあまだ解決しちゃいない。そうだよ、まだ解決じゃないよ。だったらこの事件なんだというのだね。他殺です。そうだね、他殺の線も考えるべきだよ。そこにある緑色の薬は一周がするけど毒じゃないだろうね。これは健康青汁です。それは日課の薬用青汁よ。年だからまずい薬でも毎日飲まなきゃいけないのよ。とにかく被害者から毒は一切検出されていない以上、この薬は今回の自殺とは関係ないだろう。まあ矛盾してるかな、矛盾してるのかな、ん、矛盾してんのか。あ、そうかそうか、自殺する人間が薬用青汁みたいなの飲んで健康に気を使う必要がないよってことだよね。薬が矛盾しているだと、どこが矛盾しているというのだね。薬がまずい。そうか、自殺する気なら健康に気遣う必要なんてないはずだよ。そうだね、それも苦手な薬を飲むなんて絶対おかしいよ。日課だから習慣でつい飲んだだけとも考えられるだろう。それでも最後の晩餐に苦手なものを選ぶなんて絶対おかしいわ。だったらこっちの料理はどうだね。これはおかみさんも大好物だったシェフの気まぐれパスタ。がっつり大好物を食べているではないか。最後の晩餐ってことは自殺の意思を示す証拠になるだろう。うん、まあ最後の晩餐、あれ、気まぐれパスタ、ヘビ従業員が作ったってこと？ヘビ従業員じゃなきゃ、あれあれ、気まぐれパスタって食べ終わっちゃったんじゃなかったっけか。なんであるんだ、ヘビ従業員が作ったってことなんかな。気まぐれパスタが名物の旅館で名物のパスタが出されておかしいなどと何の根拠があるのかね。殺害されたのはシェフ。そうよ、気まぐれパスタはうちのシェフしか作れなかったはず。シェフが死んでるのに気まぐれパスタが出されるなんて絶対おかしいわ。実はパスタの在庫が残ってた可能性もあるだろう。在庫が残ってたんなら俺の分足りてたはずだろうが。やっぱりこの自殺現場おかしいよ、まるで作られたような自殺現場だよ。ところで今回そっちの助手さんの方やけに静かじゃない？ああ、この程度の事件、助手が出るまでもじゃなくて、重要な殺人事件だからこの無敗の刑事が直々に推理してやってるまでだ。まあ今回はあれか、ブラックドクター黙っててくれ、俺が事件を解決するぜみたいなことを無能の刑事が言ったってことかな。その通りです。要するに舐めぷってわけだな。
だから虫けらとヘビは日本語通じねえな。助手が介入せずイージー進行が続くところであなたのターンになりました。行動を選択してね。まあ全然、まだ時間があるので予習しましょうか。推理に戻るよ。どうあれ今回の件は自殺で間違いない。お上には自殺動機が数多くあるのだよ。遺書にも明記されていただろう。いや、されてないです。省略されすぎてろくに明記されてねえわ。とにかく旅館のお上の意思を行間から読み解くと、人工温泉が知られてしまったこと、人間の被害者が出てしまったこと、人間の被害者は出ていません。ツッコミどころしかないよ。人間の被害者今のとこおかみさんだけだろうが。シェフが死んでしまったこと、自殺する動機としては十分なのだよ。人間が死んでる点に関しては現状おかみだけだから結果論だろうが。自殺動機はともかくミミズを殺した動機が微妙だよ。ミミズ殺害の動機もちゃんとあるぞ。この旅館のおかみにはな。おかみさんはとにかくミミズが大嫌いなのよね。生理的なレベルで。だけど生理的に嫌いだから殺害するほどひどい人でもなかったよ。ミミズを殺害する動機はそれだけじゃないぞ。当時のおかみには自殺しようにもロープがなかった。そこでミミズを殺せば亡くなったロープ代わりの自殺道具にもなる。動機として一石二鳥なのだよ。いやーね、生理的にミミズが嫌いなのにミミズを首に巻いて自殺したいなんて誰が思うんでしょうかね。おかみさんはミミズが生理的に嫌いだったのよ。そんな嫌いなミミズを首に巻くなんて死んでも嫌なはずだわ。現に首に巻かれ死因も首吊りで間違いないのだよ。他に自殺道具がなかったからやむを得ずミミズロープで首を吊ったのだろう。いや、包丁があるだろうが。ロープ以外に自殺道具でもありゃ別だけどな。包丁ですね。そうだ、ババアの部屋には包丁があったな。自殺するならミミズなんかより包丁を使うはずだ。現にミミズロープが使われている上、死因も首吊りなのだ。外傷なし、揉み合いの形跡もない以上、第三者がミミズを巻きつけるのは不可能だからな。第三者がミミズロープでの首吊りに成功した理由は、首に巻く前に気絶していたんじゃないですかね。催眠術をかけられていた可能性もなくはないですけどね。そうだね、気絶していたのなら嫌いなミミズが首に巻かれようと関係ないよ。また憶測で推理しよって。それに気絶させたにしても鉄格子内のお上の部屋に侵入しなければミミズロープを巻くことなど不可能だろう。だったら逆に誰ならお上さんの部屋に侵入できるのか考えるべきね。それならムカデで決まりだろう。鉄格子をすり抜けられるのだからな。俺じゃねえわ、クソみたいな推理の時だけ出しゃばりやがって。だけどヘビメタポイズンスネークについてミミズまで殺されてるからな。鉄格子をくぐり抜けられるのはムカデしか残ってないよ。まあミミズが通ったんでしょうね。ところでこの部屋に気になるものはないかね。鉄格子、そうだ、そこに立てかけてある鉄格子の残骸を見たまえ。あれ、よく見たらこの鉄格子壊れてるよ。そう、この部屋の鉄格子は壊されているのだよ。ムカデや警察が犯人なら壊して入る必要がないだろう。つまりは最後のバールを持ってた者こそ犯人なのだよ。確かに最後のバールが必要だけど、旅館売店で再販されたから誰でも入手できるね。いやでも最後のバールの壊れ方じゃないだろう、この鉄格子は。だって消えるからね、壊したら。ほう、だったら最後のバール買ったものがいるのか教えてもらおうか。あー、僕です。あ、最後のバールを買ったのはそこのヘビ探偵だけよ。わかったぞ、真犯人はヘビ探偵だ。最後のバールを購入したのはヘビ探偵だけだからな。出番が欲しいからと答え同然のヒントが出た途端シャシャリ出てきやがったぞ。バーが言うな、俺の入念な名推理が身を結んだまでだ。軽くつっつく。ああ、すごい、軽くつっついただけなのに。軽くつつかれただけなのに大げさに倒れちゃったよ。もはや当たり屋の手口と一緒ね。茶番はさておき、鉄格子を破壊できるものならヘビ探偵君以外にもいるだろう。他にいるだと誰なんだよ。旅館側のものに決まっている。旅館側なら最後のバールを買う必要はありませんからね。最後のバールなんて使ってないし、おかみさんを殺すわけないじゃない。まあ人間従業員の方は店番をしていたから無理でしょ。そうなると残るは、ああ、無理やりヘビ従業員になすりつけてくんのか。危険な方向に向かっています。ここは話題をそらすべき。
旅館側について掘り下げるべき、被害者の検視がまだ終わっていない。こっちだ。被害者の検視？おかみさんの検視ならもう終わったはずじゃない。そうか、おかみさんじゃなくてもう一方の被害者、ミミズの検視がまだだったよ。ああ、ちょっとね、今朝一で撮ってるんでね、噛んでしまうのは許してほしいですね。まだだったよ。はい。まあいいでしょう。それではミミズの検視に入るとしよう。あの助手、今回は随分簡単に引き下がったわね。逆に考えれば、まだ奴の思惑のスタートラインにすら立てていないって状態だろうな。ミミズの検視データが出るところであなたのターンになりました。行動を選択してね。いや、まあ予習でいいでしょう。推理に戻るよ。鑑識結果によると、ミミズの死因は感電死のようですね。感電死？感電死といえば、過去に電気属性の武器があったような気がするよ。まあ、超電磁ドリルしかないでしょう。そうだったね。電気属性といえば、深夜の事件で話題に上がってた超電磁ドリルだよ。超電磁ドリルといえば、警察が保管してた凶器だね。超電磁ドリルは何者かに盗まれたと言ったろう。盗まれたことにして自分でミミズ殺害に使用したって可能性もあるよ。超電磁ドリルはヘビ専用装備だ。我々人間には装備できんよ。それにあの電磁ドリルだが、誰が盗んだか目星はついているのだよ。どうせムカデだろ。俺じゃねえし、狂気の窃盗に関してはお前の方が前科持ちだからな。まさか旅館の売店に転売するアウトローな不届き者がいようとは。僕ですね。旅館側は心当たりあるようだな。その超電磁ドリルなら売店にあったわ。売店にあった？押収品の電磁ドリルが？ヘビかムカデか知らんが、アウトローな輩が警察の押収品を盗み出し旅館に売りさばいたって流れだろうよ。俺でもそこまでの悪行はしねえし、その押収品を買い取る旅館側も十分アウトローじゃねえか。だけど売店にあるじゃなくて売店にあったってどういうことよ。あの超電磁ドリルはミミズに譲ったのよ。ミミズに？なんだかごちゃごちゃになってきたよ。ミミズに売ったならともかく、ミミズに譲ったってどういうことなの？ミミズに脅迫されてたのよ。超電磁ドリルを渡さないと押収品売買の件を警察にバラすって。まあミミズはおかみの包丁に対抗できる武器を探していたからな。そして売店で発見したのが超電磁ドリルというわけだ。とにかく電磁ドリルを持ってったのはミミズなんだから、ミミズの犯行だよ。ヘビ探偵はもう関係ないね。いやいや逆だよ。ミミズの死因をもう一度確認したまえ。ミミズは感電死させた側ではなく逆、感電死させられた側なのだよ。まあヘビがミミズの所持していた超電磁ドリルを奪い、その凶器で感電死させたってとこだろう。そしてその衝撃の光景を目の前で見た旅館女将は気絶したという流れだ。ヘビがミミズを殺害する動機がないよ。動機ならあるではないか。超電磁ドリルを奪えるという動機が。ミミズを殺す動機はともかく、あ、間違っちゃった。ミミズを殺す動機はともかく、おかみさんを殺す動機なんてなおさらないよ。っていうか、なんでこれロープを下ろさない状態でミミズの検視できたんだ？下ろさないとできなくない？どうして？殺害現場を鉄格子越しに旅館女将に見られてたから口封じに殺したのだよ。このままじゃまずいよ。ミミズが感電死した原因を特定できないとヘビ探偵が捕まっちゃうよ。ミミズがどこから電気攻撃を受けたのかを示す証拠でもあればな。これは鉄格子だと思うんですけど、一応逆転の発想2つあるんで見ておきますか。装備した本人には直接電気は流れない。逆に言えば間接的には電気が流れる。うん、鉄格子越しってことだよね。ミミズは鉄格子をくぐり抜けられる。逆に言えばミミズ以外のものは鉄格子をくぐり抜けられなかった。うん、だから、超電磁ドリルは、鉄格子の隙間に引っかかってビリビリビリババ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 バってことですな。擬音でしかない。鉄格子から電気攻撃を受けた。そうか、ミミズは鉄格子をくぐれても電磁ドリルはくぐれなかったんだよ。電磁ドリルが鉄格子に引っかかり、その鉄格子自体にミミズも感電死。
そしてその衝撃の光景を目の当たりにした旅館のおかみさんは、苦笑い。ははは、このタイミングで現実的ネタ回答しちゃダメだよ。あ、ダメなの？そうなんだ。気絶しちゃったんですね。そうだね。気絶するには十分な衝撃的光景だよ。だがミミズがオカミへの殺意のあまり、ドリルを鉄格子に引っ掛けて感電死などと都合のいい憶測だ。執念のあまり自爆死などと、ヘビ以下の虫けらといえどもそんな馬鹿げたことするはずないからな。そうね。同じ虫けら属性のムカデでさえ自爆死はしてないものね。当たり前だ。自爆死などと虫キャラ界の中でも恥さらし扱いだからな。いや、通常モードでは自爆死してましたけどね。とにかく証拠だ。ミミズが狂気の電磁ドリルを装着していた証拠を提示するんだな。早く下ろしなさいよ。肝心の狂気超電磁ドリルが見つかってないからな。今現在ミミズが装着したままです。ミミズが装着したままってことは、今現在超電磁ドリルがある場所は天井です。天井？そういえば天井に引っ掛けるとこがないのに首吊り遺体が引っ掛かってる原因が謎のままだったけど、天井に電磁ドリルごと突き刺さってるからだったんだよ。とりあえずおかみさんを下ろすよ。ピョイン。はい、ついてますね。本当だったよ。ミミズがドリルを装着したままだよ。この電磁ドリル、時間が経ってるというのに熱がすごいよ。使われてた証拠になるよ。ドリルを天井に突き刺すことで首吊りが可能になるし、凶器のドリルを隠すこともできるわね。ドリルで壁を壊し、扉を壊し、ドリルで殺し、ドリルで天井に突き刺す、三段活用法だよ。こっちのドリルは役立たずのドリル重機とは違って、何役も仕事してるようだな。だけどこれで謎は明らかになったよ。いえいえ、本番はこれからですよ。まだ真犯人が誰か分かってないでしょ。ここでブラックドクターが動くのか、何を仕掛けてくる。まあすでに目星はついていますが、ついに厄介な方が動き出したようだな。真犯人って誰のことなのよ。そこのヘビ従業員だよ。え？今度のターゲットはそのヘビ従業員のようだな。注意しろよ。その助手にロックオンされたやつら、全員死んでるからな。約1名だけ無駄に生き残ってる虫けらも存在するがな。ブラックドクターの乱入により、この事件もついにハードモードに突入します。じゃあ一応セーブして、休憩しようか。HP 回復しておこう。なんでうちの従業員が犯人なのよ。今回の事件には、まだ曖昧なままの点が多い。あるはずのない気まぐれパスタがなぜ用意されていたのか、その通り。確かに、パスタが乗ってたような形跡はあるのよね。そして旅館を神が気絶した理由も曖昧だ。そう、苦笑いすると思うんですわ。ミミズが感電死する様子を目の前で見て気絶したとの推理だが、よほど近くで見てない限りは、気絶などせず、苦笑い止まりで済む話だ。まあ、ミミズが死んだぐらいじゃね、そりゃ動揺しないでしょうね。あのおかみさんが気絶するほど驚くなんて、それほど大逆転するような超常現象でも起こらないとな。経緯はこうだ。ミミズが感電死し、おかみが気絶しなかったら取る行動は一つしかない。死骸をどけてもらう。ドリンクのおかわり。こっちだね。死骸をどけてもらう。そりゃそうね。生理的な嫌いなミミズ。それも死骸が近くにあるなんて1秒でも嫌なはずよ。では誰を呼び出したのか。人間従業員の方は売店で仕事中。そうなると残りは、まあ、警察に、そう、ん？いや、ヘビ従業員じゃないんじゃないの？ブラックドクターを呼び出したんじゃない？おかみの部屋の内線ですぐ呼び出せるのは旅館側の誰かだ。出そうよ。え？出そうなので3ダメージ受けちゃった。そっか、ヘビ従業員が適任になるのか？そうなると、ヘビ従業員が適切ってわけだな。そして鉄格子には、ヘビが通れる程度の穴。ヘビ従業員が侵入し、ミミズの死骸を首吊りロープ代わりにオカミを殺害することも可能だ。それだとオカミさんと揉み合いにならずに気絶させた方法が証明できてないよ。そのようだ。オカミがなぜ気絶したかなど、霊媒でもしない限りわかるまい。
霊媒というとまたまた天使データでの推理になりそうな展開だな。検視データといってもおかみさんの検視は終わってるはずよ。ではさらに詳しく数値化してみせましょう。数字は嘘をつきませんからね。ぐるるる。おかみさんについての詳しい数値データが出てきたよ。ほう、あ、こんなん出るのね。旅館のおかみ HP10分の0、レベル30、食欲100分の90、腕力3、知識7、推理3。食欲が10減っているっていうことを言いたい数値かな。ってことは何かしら食べている。いや、薬用青汁を飲んでいる。ってことはパスタを食べていない。何かこの数字に矛盾でも見つかればな。この中で矛盾しているのは食欲。そうだよ、パスタを食べたような形跡があるのに食欲を消費してないのはおかしいよ。何も不思議なことではない。トイレに入ると食欲がリセットされるシステムをご存知だろう。おかみさんがトイレに行ってないことを示す証拠でもあればな。まあ、鉄格子で、あれだよね、隔離されてたけれども。証拠？鉄格子じゃね？そうだよ、鉄格子があったから勝手にトイレには行けないはずだよ。つまりおかみさんはパスタを鼻から食べた。いやー、さすがにこんなおふざけ回答ハードモードじゃできねえよ。パスタを食べてないんです。そうだよ、おかみさんはパスタを食べてないんだよ。気まぐれパスタは効果も気まぐれだ。パスタの中には食欲もリセットするパスタがあるって話だが、そもそもしょもしょもだって、そもそもシェフがいないのに気まぐれパスタがあること自体怪しいのよ。その通り。つまりは謎のパスタを用意した者こそ、おかみを殺害した容疑者に違いない。それは間違いなさそうだけど、シェフがいないことには気まぐれパスタを誰も用意できないからな。本格的な気まぐれパスタは無理でも、気まぐれパスタを作る理由があるものなら1名いるではないか。答えません！ヘビ従業員って言わせたいんでしょ！君が答えないってことが、答えを証明してるようなものだ。まあその通りです。パスタを用意したのはヘビ従業員だとな。いや、これはね、絶対ヘビ従業員じゃないと思うんだよな。だって地下でサボってたじゃん彼。ブラックドクターが用意したんじゃないの？ちょっと飲み物飲みます。再開します。え？旅館おかみも言ってたことだろう。シェフの代わりになるようパスタの修行をしておけと。あー、なるほど。それでこのなんかトリックに組み込んだのか。言われてたけどな。だけど台所にはそのヘビ従業員いなかったよ。パスタを作るのは無理だよ。そうよ、うちのヘビ従業員はサボり癖があるから、どうせ料理の修行なんてしてないわ。複雑だな。いや、まあでもさ、シェフとして生まれ変われって言われてるのに、サボり癖のせいでサボるのは良くないよ従業員くん。とにかくアリバイがある以上、パスタを作ってたなんて立証できないよ。では、ヘビ従業員が台所ではなくどこにいたのか、そこのヘビ従業員に教えてもらおうか。ヘビ従業員は地下ドリル重機の部屋にいました。上出来だな、ヘビ探偵くん。なんかまずい発言しまいました？ああ、まだまだペースに乗せられているような雰囲気だよ。だけど台所にヘビ従業員はいなかったよ。それにパスタを作るにも現状は食料不足だからね。食料不足ならネズミを捕まえて作れと旅館おかみに言われてたではないか。そのネズミを捕まえに地下に行ったのだろう。地下にはネズミを捕まえにじゃなくてサボりに、とにかく地下にはネズミなんていなかったよ。では食材なしでどうやってパスタを作り上げたのか。皿を見る限り最近茹でられたようなパスタが乗ってた形跡があるのよね。旅館は封鎖されているから、バレずにパスタを捨てに行くのは不可能。では作られたパスタはどこに消えたのか。そして旅館おかみはなぜ気絶したのか。まさか、いや、まさかですけど、ミミズがこのパスタの皿の上に乗ってた。
いや、なんか色合い的にちょっと気まぐれパスタの色に似てなくもないような。この2点が融合され導き出される答えは一つしかない。ヘビ探偵くんもそろそろ気づいた頃合いだろう。皿から消えた謎のパスタの正体に。ええ、気づいてしまいましたよ。パスタが、何これ、ローザイク？違うよ。パスタの正体は、ミミズの死骸だった。これですね、きっと。いや、でも乗せられてんな。いや、これが多分事実だとは思うんだが、そうなるとなんかヘビ従業員が逮捕されそうなんだよな。いやー。まあ、間違いを答えるよりかはミミズの死骸だったってちゃんと答えた方がいいでしょう。パスタの正体がミミズの死骸？経緯はこうだ。まずヘビ従業員が自爆死したミミズの死骸を神に言われ撤去。そのミミズを茹でてパスタとして旅館を神に提出。大好物のパスタかと思ったら大嫌いなミミズに大逆転。気絶するほど驚いてもおかしくない話だ。確かにな、パスタ食べようとして開けたらミミズだったらもう気持ち悪くてキャーって叫ぶだろうな、私でも。あとはヘビ探偵くんの推理通り、ミミズを巻きつけ天井にドリルを突き刺し、首吊り死させたってわけだ。いや、ヘビ従業員じゃないと思うけど、だからやっぱりブラックドクターに頼んでヘビを撤去してもらったんだと思うが。で、そのブラックドクターが、パスタを茹でて、おかみさんに出したんじゃない？ミミズを犯人に見せかけ、ミミズを凶器として使い、ミミズを気絶用の道具にも使う。お、三段活用か？まあ、ミミズの三段活用法ってところだな。だけど、ミミズをパスタ代わりに茹でるにも、ヘビ従業員は台所に来てないから、茹でる調理器具がないよ。それに旅館は水不足だから茹でる用の水を集めるのも難しいしね。そう、茹でるにも無駄に使える水など残っていない。そうなるとミミズは何で茹でられたのかもうお分かりだろう。色を変えさせなきゃいけないっていうところから人工温泉、まあ毒が入ってたから合成着色料と毒の成分が入ってる、まあ、毒が入ってるから、もうなんかね、使えないだろうからね。無駄にしないために、これを再活用、みたいな、そういうこと？なるほど。人工温泉でミミズを茹でたってわけか。そういや、ミミズの色が変わってたし、人工温泉を利用して茹でたのは間違いないな。温泉装置なだけに温度調節も可能。つまり調理器具にもなるから台所に行く必要もない。そうなればミミズパスタを作った現場は台所ではなく人工温泉。その人工温泉部屋には誰がいたかもう絞り込めたな。やばいぞ、完全にペースに乗せられてしまったところであなたのターンです。やっ、ちょっとまずい展開ですな。ちょっと、でも時間的にいい感じなのでこれで終わります。ちょっといいところで終わると私も気になっちゃうから嫌なんだけどね。いやー、まあちょっとびっくりだね。ミミズを茹でてパスタに見せかけておかみさんを気絶させるっていうのは確かにだな。いやー、結構衝撃だったな。はい、じゃあ、これどうやってブラックドクターだって証明するんだろう。難しいな。ということで、まあ、次回に続きます。おつぴよです。楽しみだな、これ。